いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはローソンより2021年8月4日に発売された生杏仁本体価格181円、税込み195円、こちらをご紹介したいと思います。北海道産生クリームを使用したミルクとコクのとろける食感が特徴の杏仁です。こちら、洋生菓子となっております。さあ、アレルゲンは卵、乳成分、大豆、ゼラチンとなっております。内容量は1個です。カロリーは1包装あたり124キロカロリー、そして炭水化物は 27.5g、 糖質が 26.4g、 植物繊維が 1.1g の推定値です。黒い粒は杏仁由来です。という商品の特徴を傾けるとこぼれる恐れがありますので、取り扱いには注意してください。生物ですね、お早めに召し上がりください。さあ、では開けていきたいと思います。もう斜めにしただけでも崩れましたので、よく注意してください。オープン。こういう感じです。傾けた方がいいかな。こういう感じです。いただきます。3です。いや、杏仁豆腐の、あの、杏仁なんですよね、うん。何を伝えたいんですかね。よくわかんない。いや、普通に杏仁はうまいですよ。美味しいけれど、なんでわざわざ杏仁、生杏仁なんでしょうかね。まあ、確かにミルクのコクが伝わって、すごい、あの、美味しいんですけど、なんか、いまいちこの商品のコンセプトがちょっとよくわかんない。どうしてこう生杏仁になったのかなっていう、ちょっと不思議な商品ですね。まあ杏仁次のはたまらないので、ぜひ。ただ杏仁豆腐ではないので、ちょっと豆腐がない関係ないが、うん、ちょっと物足りない。杏仁豆腐次にはちょっと物足りない感はあるかもしれない。杏仁をだけ食べたいっていう人にはおすすめだと思います。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれれば、また喜びます。では、チャンネル。